はい、どうもラスンです。今回はね、今日の3時からやってまいりました鬼滅の刃コラボガチャを引くべきかどうかっていう話していこうかなと思っております。この動画は無課金美課金向けの動画なんで、まあ、あの廃課金の人、まあ、課金者の人はバンバン引いてくださいということでやっていきましょう。まあ、まず結論から言っていくんですけど、基本的には引くべきだと思っておりますということで、その理由を喋っていこうかなという前に、まずはガチャの内容を見ていきましょう。10連目が PR 以上1枚確定で、2回目が40個で SR2 枚、3回目で一応バナナ1枚確定の、4回目バナナのみ、5回目バナナからもう1回 SR 確定、6枚目 SR ガチャ券7枚目 PSR で、まあ、まあ元に戻るみたいな感じになっているんですけど、まあ普通ですね。うん、普通なのが悪いんだよね、これ。普通なのがあんまりよろしくない。なぜかというと、4人もいるから。で、キャラの性能なんですけど、炭治郎強いです。善逸強そうです。伊之助多分めっちゃ強い。カナオ結構使われると思うって感じなんですけど、あのね、基本的に引くべきなのが、それって言ってるのは、あれなんですよね。この中で出てくるキャラが強い。っていう話で僕は引くべきだと思っておりますね。ですが、無課金美課金の人、まあ、特に石が限られている人の中ではこの4キャラクターが全て引ききれないって可能性があるので、これは本当に注意ですね。ただどのキャラクターが当たってもかなり強く使える部類なのかなと思います。まあ、個人的にランク付けをすると、まあ、炭治郎伊之助は使われそうな気がしますね。うん、って感じなんで、まあこの2体がまあ当たりかな。まあでも善逸強いんで、そんなまあそんな関係ないですね。で、善逸も一応投手向けのキャラクターになってるんですけど、投手育成向けのキャラクターになってはいるんですが、伊之助ね、伊之助じゃない、善逸ね、総力上限プラス8を持っていて、これが後に結構めちゃくちゃでかい役割果たすんじゃねえのって言われてる感じなんで、どのキャラ当たってもどのキャラ使うみたいな状況になってるんですけど、普通であればこのガチャは引くべきだと言っているはずなんですけど、ここを曖昧にしたのには一つ理由がございますということで、はい、こちら右の画像をご覧ください。お疲れ様です。はい、3体出ます。これプラス3体出ます。僕鬼滅見てないんですけど、まあキャラクターは知ってる、あの恋柱の人と霞柱の人と、あとあの音柱の人、杉田さんが声優の人なんですけど、3人出ますと、追加です。はい、どういうことでしょうか、これは。一応前回のコラボでも炭治郎、伊之助、善逸って第1弾出た後に、その後にね、強いキャラ、それより強いキャラである、まあ、忍、煉獄とか出たんですよね。忍、煉獄、あとあれか、富岡義勇とか出て、この3キャラ論が使われたんですよね、この場合。うん、前回の場合ね。で、今回はさすがに4キャラ今出てるやつが強すぎて、まあ、使われないってことは絶対ないと思うんすけど、一番最悪なパターンが両方強いパターンなんですよね。うん、第2弾コラボガチャがもう確定している時点で、これどうなのかって話なんですよね。なんで、多分期間はかぶせてくると思うんで、今急いで引く必要はあるのかって言われると、個人的には今急いで引く必要はないと思いますね。ってぐらい結構かなり金をむしり取ってんので、悪いね。うん。もう、鬼滅だ。よし、売り時だ。つって、めちゃくちゃバーンってキャラ出して、で、金払えて、で、一応ね、課金できるようにパワーストーンこちら95個を3回買えるようになってますね。これ、パープルの日の販売形式なんで、もう売る気満々ですね。うん、運営さん。売る気満々。なんか最近経営厳しいんじゃねえのって言われてたんですけど、ここでやってきましたというわけなんですけど、どうだろう。まあだから一応ね、この4キャラクターは強いと言われている中で、その使われる確率が全員 100% じゃないので、今急いで引く必要っていうのは本当にね、無課金美課金の人だと石の見極め強いのは確かなんですけど、それがその 100% 強いって確信できるまではガチャを引くのをちょっと見送るっていう選択もありなのかなと思っている感じですね。うん、なんでとりあえず3キャラ出てから、追加3キャラ出てから、まあ、性能については確かめようみたいな感じになるのかなと思っております。で、ちなみになんですけど、この上に出ている謎ガチャは引かなくていいですね。うん、
こんなん引くぐらいなら普通にあの下のガチャ、もうこっち、この逃走学園デビューガチャ引く方がまだマシだと思っていますね。うん、ここら辺はなんかコメント、どっかのコメントでも見たけど、サイゲと変わんねえなって書いてて、あの、サイゲも結構集金、お金吸い取ってくるらしいですね。そこら辺お前ら仲良しかよって感じなんですけど、まあそこら辺は突っ込んだらまた炎上しそうなんでやめときます。ということでね、動画でした。まあ皆さんの感想を聞かせてくれると嬉しいです。ということで次の動画で会いましょう。バイバイ。